はい、決まりました。先方プラチナ白麺です。じゃあ始めてください。さあ行きましょう。 A 対 C です。先方戦は R プラチナ VS 和田甲白麺となります。さあお尻からコンボいかなくても別にどうということはないといった感じで打っていきます。まあ 6B センターは結構見切られやすいってのありますからね。相手回していくが白面に対して有効なのは何なのか分かりませんが、ここは猫ね。スカシゲダンバスト。さあディレイ 3C がこれは奇襲だがグレンに当たって 3C 指導なんでそこそこ減ります。さあバットを使い切って C へフライパンを回してくる。あ、行っちゃった。極力言わないようにしてるんですけど、グラフィックがね、打ってるグラフィックが出たらもう言おうと思う。あー必要な中断、今危ねえぞ。最後怪しかったですけどもしっかり直していきました。一本練習したのはプラチナ。6A これなんか、おーい、ジャンディーカウンターうまいぞこれ。ジャンディーコートコジャンピーカウンターから微妙にジャンエン回ってるのは気になりますけど、僕ら投げて、あーアギトカウンター、これは美味しい。完全投げよ、カウンターで通して奇襲ちょい溜め 6C はしっかり決めていく。さあ一緒にね飛んだが、わあ 6X 対空しっかり決めて、さあこれは嫌な投げ、どうなんだこれは。アクティブフローになるが 3C 当たらない。ミラクルジャンヌルーブー、事故った。さあジャンキャンでバーストガードしてしまいまして、勝利したのはアルプラチナ。おっとプラチナステージゲンを担いでいく。さあ行きましょう。 1P 側 KLY のジン、 2P 側アットのライチです。ジャンディ、最近は攻撃面を教えているという話なんですけども、 KLY が側がね教える側で攻撃面をブレブルで布教してますけど、結構みんなね面白いって乗ってくれてますよ。ただ本業はみんなブレイブルー、で KLY は元本業はブレイブルーですね。うわーい、これずるい、最強キャラ。さあ家飛び越えても満テンポが動くんですね。あーこれはガーキャオディにならず初見、下に潜っていく。シャガパンタイクになって突衝撃使っていく。さあガンダッシュはジャンプで拒否して、中断通る。ここは出ました、リュウインソー。一本選手したのはライチ。
オートパス。おーい、どこに当たってんのみたいな。あー、高すぎたか、ほぼいけない。さあ、ライチの固めが強い。 2B6D スマメガイシー下段だ。さあ、6D から初で拾ってしっかりコンボを締める。締められない、締め、あー、ポン。3C 長い。あー、無理ー。レンチャンが飛んできて、さあ大将戦です。 R プラチナ対アットライチ。プラチナ選ぶの早い、マジで。さあ行きましょう、大将戦。 1P 側はアルプラチナ、 2P 側はアットライチです。先ほどに家決めて、じゃあ棒乗り発すから。あ、うまい。あ、減るな、3でも減った。燃え上がれ。さあ、ドラマティックサミーですよ。これ一周回ってね、普通にありだと思うんですよね、ドラマティックサミー。プラチナ側は多分かなり振るのに勇気いると思うんですけど、それともドラマティックサミー結構食らいます。さあ、初ジャンピー初で追い返す。もう飛ばし、スワローブーンするが、レンチャンで上を押さえてくるが、クーナゲン。あはー、まさかの普通にバータイ。キュアドット台風。さあ、今日バータイジャンキャンが多いっすね。バータイするつもりなかったジャンキャンでガードもありますけど、今のは完全にバータイです。さあ、コンボうまい、コンボ馬をして、さあ、シーマミスターのぶっ込みはしっかりガードした。さあ、クーナゲは追い返される。さあ、レンチャンで上に行くのを抑制してくる。中段しっかり棒戻りからシャガパンにつないで、イビーハクアッチュン。さあ、じわじわ来る。 6A が通ってチュン。あっと、これはクーナーゲカウンター確定ですね、今のは。さあ、まだライチはリードしております。グラウンドは取りたいが、テイクフライパン。さあ、まだ我慢、ファーストしません。どうする、おー、移動機ありすぎ通した。あーっと、空中コンボ、ユイソーラプキャンで攻め込んでいくが、ガード抜ける。お見合い投げも抜ける。ミラクルジャンヌブーメラン、中段は飛び越えて、あー、いいバスト。チエッ、あー、間に合わない。さあ、シャガパン 6A 当たってたんです、当たったのかな、実際は分かんないですけど、タイムアップで間に合わず。というわけで、本日の優勝は KNY R チームです。はい、拍手。